はいどうもキリハです。本日も総力戦ボーダー速報やっていこうと思います。本日なんですけれども、なんと1位の方アルファさんという方なんですけども、こちらの方がエクストリームのクリアを成し遂げました。なので1位の方のボーダーは爆上がりしてますね。正直真似できません。で、予告なんですけれども、今回このアルファさんにインタビューすることができましたので、次回の動画でエクストリームのクリア編成だったりスキルレベルだったりっていうのを皆さんに紹介ができると思います。楽しみにしていてくださいね。それはそうと、今回のボーダーの動きはだいぶ安定してきたんですけども、使用キャラの方もまた結構変わってきております。まだ1枚に入れていない方はまだまだ諦めずに頑張ってください。ランカーの人が使っているキャラクターを参考にするのはすごくいいと思います。それでは早速ボーダーから見ていきましょう。はい、まずボーダーなんですけども、もう1位のスコアがねえらいことになってますね。皆さんチーターだと思いました？いや、これが実際のスコアなんです。エクストリームクリアすると1000万超えるんですね。驚きです。ということで、1位のスコアが前日から369万以上上がっております。というか本当に一握りのトップランカーしか超えられない壁ってすごいですよね。次回のビナーでも私クリアできるかどうか不安です。そして1枚のボーダーですが、ついに700万を超えましたね。前日から4万ポイント以上のアップとなっております。まだまだスコアは上がり続けると思いますので、皆さん気を抜かずに頑張りましょう。それでは使用キャラクターの方いきましょう。はい、こちらが使用キャラクターの採用率になってます。ちなみにこのデータはトップ50人の使用キャラクターをまとめたものになります。こちらが5月29日昨日のデータで、5月30日の本日のデータがこちらになります。そしてあずさやセリカなどが、採用率が 100% じゃなくなっているのは、1位の方がエクストリームで何部隊かでクリアしているので、これでズレが生じてます。実際に私も教えてもらった内容だと、あずさセリカもちろん使ってます。なのであまり気にしないでください。そして今回突出すべき内容なんですけども、前回旬がものすごく増えてましたよね。 64% とで、昨日から比べてもさらに増えてます。 70% の採用率まで来ました。そして本日思いっきり変わってるのがこちらのアカネですね。アカネが 28% の採用率だったのが、なんと本日 74% まで増えてます。なので今現状ストライカーはあずさセリカは確定として、シュンとアカネというのがほとんどの方のパーティーになってます。大体皆さんスコアの出るパーティーは決まってきたみたいですね。やはりアカネは2コストで回せるっていうところと、唯一無二の単体の高火力アタッカーのあずさをサポートできるということで、めちゃくちゃ人気が出てきてます。皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。あともう一つアカネのいいところなんですけども、アカネってレベルと装備以外ほとんど育成がいらないところですよね。アカネの本体は EX スキルの防御デバフです。その防御デバフはスキルレベルを上げていっても倍率変わらないので、上げる意味あんまりないんですね。なのでアカネに関しては育成素材があまりいらないというところもすごく評価されているところだと思います。他のキャラだとどうしてもいろいろ必要ですからね。最低限アカネはヘアピンの部分をしっかり強化していれば十分実用レベルになると思います。ぜひ試してみてください。私も試してみようと思います。そして1人、マキを使っている方がいらっしゃいましたね。マキは25秒ごとの防御デバフ、あずさは30秒ごとの防御デバフで、3回目まではタイミングが被ってくれるんですけども、それ以降ずれていってしまうので、どういった運用をしているのか非常に気になります。あともう一つ噂なんですけど、マキのデバフとあずさのデバフって共存できないっていう噂を聞いたんですよ。ちょっとこれは私の方で調べてはみますが、実際マキも使えるんだったら選択肢の一つなのかもしれませんね。そしてスペシャル枠は相変わらずセリナなんですが、響きが少し減ってコタマが増えてきました。場合によってはコタマの方がいいということがあるんでしょうね。もしかしたらアカネでサポートをしてあずさの火力がさらに上がるので、お玉でもっと上げてやろうという内容なのかもしれません。皆さん本当に試行錯誤されてて面白い総力戦になってますね。やはりこのパーティーが強いんだと思い込まずにいろいろ試してみるというのがいいんでしょう。皆さんも変わった内容でおすすめのものがあったら教えてくださいね。
それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。応援してくださる方はチャンネル登録もぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。